どうもこんばんは。週刊 RC クローラーの時間がやってきました。今週はね、記事がね、少なかったですね。こんぐらいですね。まあ、いつも言ってるような気もしますけどね。ってことでね、ちょっとチャチャチャとやっていこうかなと思います。一発目はこちら。ダッチチャージャーのね、ボディがプロラインから出ていますね。ドラッグカー仕様のボディですね。めちゃくちゃかっこいい。これをね、まあクローラーで使うことっていうのはちょっとできないと思うんですが、やっぱクローラーが好きな方ってこういうスケールボディが好きな方多いですよね。だから、まあ、結構ね気になる方多いんじゃないかなと思います。ホイールベース335ですね。どのシャーシに合うかなとかって考えるとですね、ちょっとねあんま思い浮かばないですね。クローラー以外のシャーシ詳しくないんでね。多分日本のねタミヤのねシャーシとかだとやっぱこれちょっと無理ですよね、きっとね。まあ、向こうの10分の1とタミヤの10分の1って全然なんかサイズ感違いますからね。それ世界標準で考えるとタミヤのラジコンってあれ12分の1ぐらいですかね。そんな感じするんで、ちょっとこのボディは使えないかもしれないんですが、めちゃくちゃかっこいい。そして2つ目はね、サミックスのこのパーツの紹介をしました。トラクサスの TRX4M 用のねパーツがねなんかいっぱい出てたんですよ。まあ、サミックスっていうと、まあ、要はブラスパーツ、真鍮パーツですよね。重量があるやつ、それがねいっぱいいろんなメーカーのいろんな車種用にね作られています。僕もねエレメントエンデューロ用のパーツを、使っているんですが、まあ非常にねいいですよ。まあ、一部ねちょっと穴の寸法がね、違うかなっていうのもあったんですが、かっこいいんで許せます。このね黒と金のこのデザインね、これが特徴ですね。サミックスらしい感じで、僕は好きです。こんなローターパーツなんかもあって、まあ見かけだけじゃなくてね、これ真鍮パーツなんで低重心化に貢献しますって話ですね。サミックスね、他にもねいろいろあるんでね、気になる方はねぜひチェックしてみてください。そしてね、まあ、今週のおネタの一つはこれかな。リッパーバンキッシュのね伝説の一台ということでですね、僕も最近実は知りました。元はというとですね、この画像、これスケールガレージシステムさんの、画像でですね載っていたんですよ、ホームページかなんかで。でこれなんだと思って、かっけえなと思ってちょっと調べていたら、どうやらバンキッシュのリーパーっていう車種らしいと。なんか聞いたことねえなと思ったんですよ。でいろいろ調べたらですね、これ2019年ぐらいにバンキッシュがね限定でリリースしていた、まあ、受注生産の超ハイエンドマシンですねっていうことが分かりました。リッパープロジェクトっていうねプロジェクトがあったそうなんです。これもともとはですね、ハーレーデザインのジョッシュさんって、YouTuber の、ね、方の、個人的な、まあ、計画、個人的に、まあ、なんかシャーシを作ろうってことで生まれた、プロジェクトだったそうです。ロールケージのシャーシなんですけれども、これ実はこういうですね、大きなですね、アルミブロックですよね。100ポンドの重さのあるアルミブロックをですね、削り出して CNC フライス加工でこのロールケージを作っていると。これでは溶接してないんですよね。で、まあ、ネジで固定してあるところもあるんですけれども、これは補強のためであって、このロールケージがね全部ねこうバラバラになってるわけじゃなくて、まあ、一つのブロックから作られているっていう、まあ、ものすごいものです。なので価格が1899ドルっていう金額になっていて、500ドルの、ね、デポジットを入れて作るという感じになってますね。まあ、今ではもうこれ販売してませんが、中古市場ではですね、まあ、70万円ぐらいでね eBay で売ってるのを見たことがあります。まあ、こんなね、すごいハイエンドマシンね気になるところではありますが、これシャーシはね SCX-10-2 のねシャーシレールを使ってくださいとかですね、まあそういうことがあるんで、他にね組み上げていくときっと3000ドル以上かかっちゃうかな。超ハイエンドマシンですね。走りもすごいいいらしいですね。なんかめちゃくちゃ軽量らしいんですよ、これ。かっこいい。そんなリッパーでした。そしてこちらはね、カリスマのブルドッグデラックスキットのね、シャーシが完成しましたよって記事ですね。まあ、
ビルドの内容はですね、ここではちょっと喋らないんですが、こんな感じでね、仕上がってね、なかなかですね、いいですね。やっぱりビルドをするとですね、構造がわかるので、その後のね、カスタマイズとかね、そういうのに、ね、非常に役立ちますよね。これはね、動画でまたまとめる予定なので、ぜひね、チェックしてみてください。ちなみに今ね、ボディをね、組み立てているところです。まもなくですね、完成できるんじゃないかなと思います。そしてこれはさっき言ってたね、リッパーのね、かっこいい画像を公開していたスケールガレージシステムさんの、こちらのね、パーツですね。スケールガレージシステムはですね、いわゆるガレージ用のデカールとかですね、そういうものをね、デカールっていうのかな、ステッカーシート、そういうのをね、作っているメーカーなんですが、実はこういうね、アクセサリーパーツ、最近ね、めちゃくちゃいっぱい出していて、しかもめちゃくちゃクオリティが高いというですね、そういうメーカーです。かっこいいですよね。まあ、CC ハンドとかね、他のメーカーからもね、こういうの出てますけれども、まあ、おそらく僕の中ではこれがね、まあ、手にしたことないんでわかんないんですが、おそらくトップクラスの製品なんじゃないかなと思います。価格330ドルなんでね、高いですけれどもね。まあ、ハイラックス、ハイラックスというか、RC フォイルドライブのモハベボディ用だったり、キラーボディのね、LC70 ボディだったりとか、そういうね、ちゃんとね、ボディ専用で設計されているんで、ネジね、4箇所ぐらいで固定するだけでつくというね、簡単に取り付けられるんでね。この辺もね、チェックしてみていただければと思います。それでこちらはですね、9モトのサーボの、調査ですね。前回ね、DS サーボって、安サーボの調査をして、まあ、実はいろんな種類あるんだってことをお伝えしましたが、9モトのね、このサーボ、僕もこれいっぱい使ってるんですけれども、実は3種類のシリーズがあるということが分かった。まあ、分かってる方もいると思うんですけど、IEC とかでね、買うときに、やっぱりこの、このデザインね、35キロ、9モットって書いてある。このデザインの、このキログラムのとこだけ見て、いろいろチョイスして、あ、これ安いじゃん。なんかこっちの店なんか異様に安いな。じゃあこっちにしよう、ポチーなんて。あるんですが、実はですね、さっきのこの35キロのこれと、こっち、似てるけど、ちょっとデザイン違うんですよね。全く別物です、これは。まあ、もちろん9モットの製品なんですけれども、こっちはね、普通の DC モーターですね。コアがある、普通の、まあ、一般的なモーターが入ったサーボ。こっちはね、ブラシレスのタイプなんですよね。まあ、よく見れば全然違いますよね。それからですね、コアレスっていうタイプなんですよね。この35キロの表記とこっち似てますよね。なかなかですね、DSC っていうコアレスの C が入っている DSC35MG と DS35MG っていうね、ちょっとまあ分かりづらいんですが、まあこういうね、3種のラインナップがあるんで、買うときはね、ちょっとこの辺ね、もちろん価格はね、こういうふうにね、高くなってきますんで、ちょっとね、注意して買っていただければ、間違いないんじゃないかなと思います。まあ、僕的にはね、この DC サーボ、まあ、DC モーター版の一番安いやつでもね、これ、アルミ筐体が影響してるのか、音すごい静かですよ。で、動きもすごいスムーズ。IP67 の防水だしね。まあ、この DC サーボで僕は全然いいんじゃないかなと思います。7.4V って書いてあるけど、僕 8.4V 入れていて、まだ壊れたことはありません。そしてこちらはね、ホームズホビーの、リボルバーのね、SS チームスペック1900ケルビン、ケルビンじゃないや、KV、パープルっていうね、紫色のね、このかっこいいね、リボルバースナブノーズが出ました。これ限定版なんですよね。なくなったらですね、またね、これ来年2024年版みたいな感じで出る製品ですよね。1900ってね、意外とこれ珍しいですよね、KV1 ね。ホームズホビーではね。で、何がこれ違うのかっていうと、これ薄いんですよ、スナブノーズのこの、普通のスナブノーズよりも、この縦のね、薄い。つまり軽いってことですよね。まあ、極限までその軽量化させたいって方にとっての、まあ、超コンペティショナルなモーターですね。
この SS チームっていうのはなんか特に意味がある言葉じゃないみたいです。ジョン・ロバート・ホームズさんが動画内でね、スーパースナブノーズでもいいし、スーパーショートとかスーパースタビ、スーパースペシャル、どんな意味で撮ってもらってもいいですよみたいなことを言ってたんで、まあ単なる製品名ですね。 SS チームのために作ったモーターってことではないみたいです。でこの製品が出た後にね、スナブノーズじゃない普通のサイズのね、このリボルバーの、SS チーム版もリリースされました。で RC フォイルドライブからね出ましたね、新しいね、スケールパーツの紹介をしています。 CC ハンド製のパーツですね。カヌーです。まあ、自分で塗装する必要があるんですが、組み上げるとこんな風にちゃんと浮いちゃうというね、まさにウルトラスケールってことでですね、すごいですね。まあ、ここまでこだわるかっていうような製品なんですが、この辺はですね、やっぱ自己満足の世界ですので、素晴らしいと思います。ここまでね、やっぱねちゃんとね再現したものを発売してくるっていうのはね。ただねこれね、価格がね64ドルというですね、ワンセットでめちゃくちゃ高いですね。あと FG55 用のこんなルーフラックも出ています。なんかね FG55 ちょっと僕最近もう外しちゃったんですけど、モハベボディにしたんで、なんかかっこいいね。やっぱねこうやって見るとね、このウインチがついてたりとかルーフラックついたりとかしてるとちょっといいなと思って、なんかね塗り直しでもしようかなとかってちょっと思っています。あとアソシからねこんなねバギーが出ています。新作バギーですね。まあちょっと前に出たやつなんですが、これダカールラリーでね走るダカールバギーって言われるスタイルのバギーですね。これレッドブルのね実写のやつですね。こんな感じのをモデルにした、こういうバギーですね。なんかこの写真すごい優秀らしくて、なんかねこういうロアショートコースっていうなんか競技会で9回ぐらい優勝したシャーシが元になってるそうです。まあ、ボディのデザインはね、まあ、独特ですよね。まあ、アソシらしいって感じがします。まあ、ある人から見たらちょっとチープだなって思うと思うんですが、僕的にはねやっぱねこれがアソシだよねって、逆にかっけえじゃんって思っちゃうところはやっぱもう洗脳されてるんですかね。こっちはショートコース版の LT ってやつですね。これもアソシですね、まさにね。そんな感じの製品でした。そしてねバンキッシュから、VS410 のねフェニックス、こちらに、RTR がね新しく追加されたという話です。バンキッシュというとですね、このフェニックスがですね去年リリースされたんですが、RTR はですね今までですねストレートアクセル版の RTR はあったんです、フェニックス。でもポータルアクセル版のフェニックスの RTR は今までなかったんですが、今回発売されたと。そしてファルケン、こちらのね公式のねライセンスを取ったこのグラフィックとね、そしてこのタイヤですよね、ファルケンタイヤ、これが搭載された RTR ってことでですね、普通の、通常のですね、ストレート版のノーマルの、なんだ、RTR よりも100ドル高くなってますね。まあ、タイヤがね、これ、まあ、4つ入ってるし、この辺の、まあ、ライセンス関係もあると思うんで、100ドル高いんですが、まあ、VS410 のフェニックスはね、僕もね、ずっと気になってはいるんですが、まだまだ、導入には至っていません。導入するとしたらやっぱキットですよね。そんな感じです。で、最後の記事はね、こちらのエアブラシ欲しいっていうね、まあ、僕の物欲記事ですね。まあ、このネタについてはちょっと喋り始めるとですね、これだけで動画一本になっちゃいそうなので、すげえ簡単に話しますが、三種の神器、ラジコンにおける三種の神器って何かって思った時に、3D プリンターとカッティングマシンがあって、もう一つは何だろう考えた時に、やっぱりエアブラシだよねって思ったんですね。エアブラシ欲しいんですよ。っていうのは、色ね。ボディの色塗るときに、やっぱタミヤの TS とか PSA スプレー使うでしょ。フラットクリアの、ポリカーボネート用のフラットクリア下地に敷けばね、TS でも僕の場合基本的に OK なので、
その方法でやってるんですけど、やっぱりどうしてもね、色のバリエーション少ないので、自分で、朝食、混色っていうんですか、そういうのやりたいわけですね。それにはやっぱりエアスプレーみたいなシステムがないと実現しないので、欲しいなっていう話です。で、タミヤのこういうね、スプレーのね、タイプ、安いやつとかね、あと、この 7.2V のバッテリーで実は駆動できちゃうっていう、こういう、昔からあるタイプね、これ実売7600円ぐらいで売ってて、初めの1台にはこれいいんじゃないかなとかってちょっと思っています。もちろん本格的なね、レギュレーターがついた、こういうね、タイプ、タミヤのものもありますし、プロフィックスでね、レイウッズさんね、WPL の、輸入をしている、レイウッズさんが出しているプロフィックスっていう、ところ、メーカーから、これニトロコンプっていうね、これすっごい人気があるらしいんですけれども、2万円もしないぐらいで、本格的なね、タンクとコンプレッサーが一体型になった、こういうもの。エアブラシとかホースとかは別売りなんですけど、そういうものもあると。で、その辺はちょっとオーバースペックだろうなっていう気はしています。もちろん。もちろんっていうか、要は、ラジコンのボディ塗るだけだったら、ここまでのもの必要ないじゃない気はするんですよ。あればいいけどね。どうせ惜しくはなるんですけどね。そして、イージーペインターね。要は、エアダスターのガスで、プシュって出すと。このボトルの中で調色したカラーをね、これソフト99のエアタッチの OEM 品ですね。なんで実は持ってたりもするんですが、この辺でちょっとテストしてみるのもありかなとかって思っていて、どうするかな。でも一番問題なのは排気ね、その塗装のね、排気を外に逃がす、そういうちゃんとなんか製品とかあるでしょ。そういうものまで導入したとスペース、そういうものを確保しないと、ちゃんとしたエアブラシシステムは構築できないんですよね。それはちょっと今の状態だと、うちは厳しいので、こういうね、ちょっと外でできるような、コードレスタイプとか、ガスタイプとか、さっきのバッテリーのやつとかね。その辺もちょっと、とりあえずで手出してみようかな、なんてちょっと考えています。一番重要なのは結局はこのブラシで、ブラシによって変わってくると思うので、この辺にね、やっぱお金かけるべきなのかなとは思うんですが、細かい塗装するわけじゃないんでね、このノズル系の問題とかもありますしね、ちょっとこう引き続きですね、調査をしてやっていこうかなと思っています。そんな感じで今週はね、最後はね、こういう、僕のね、物欲ネタで終わったんですが、皆さんのね、ラジコンライフに少しでもお役に立てるように、日々ね、情報を更新していこうと思っていますので、ブログの方も見ていただければと思います。久しぶりに言いますが、よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタン押していただければと思います。それではさようなら。